こんにちは、スリーです。今回は、ルールからテニス上達につなげるの記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。えー、あなたは、えー、センターストラップの高さやコートの全長をすぐに答えられることはできますかもし浮かんでこないようなら、今回の記事をご覧ください、えー。このようなルールがあなたの上達を助けてくれたりしますよ。えー、その前にまず Y さんからのご質問です。ス、え、リー水さんいつもありがとうございます。 ゲームの中で、えー、自身でルールがあやふやなことがあり、スリーストサーブを打ったとき、相手の前衛がフォルトを言ったように聞こえました。実際言ったそうです。私のペアの前衛は聞こえなかったそうです。レシーバーも聞こえてなく返球してきました。私は一瞬迷いましたが、どうしたらいいのかわからずインプレートして続けました。この場合のルールを教えてください。さらに余談になりますが、相手の前衛はジャストと言った直前にフォルトと言いました。 ジャストとはジャストインと思えるのですが、テニスにおいて、えー、どういう言葉なのでしょうか実際の試合でラインギリのボールをジャストですという対戦で見ました。これはアウトを意味しました。あまり深く考えたことがなかったのですが、改めてかん教えていただきたく、辻さんにお聞きしました。よろしくお願いしますということですね。まあ、あのルールについてですが、まあ、あのセルフジャッジである以上、えー、相手選手がジャッジしたのなら、もうそれに従わなければなりません。 まあどうしても分かりにくい場合は、もう少し声を大きくしてもらうのどの声かけをするといいです。ちなみに、ジャストというのは、ラインに対してちょうどアウトというニュアンスで使います。ワンボールというコールはボール1個分アウトという意味なので、ジャストというのはそれよりももっと際どいアウトの時にコールします。こんな感じでプレイしていくといろんな疑問が出てくると思いますので、また何かあったらね、え言、ー、ってください。というね、えー、でした。で、えー、あともう一つはですね、先ほど言ってた、 えー、相手がね相手、はいもう、ジャッジをしたっけど聞こえなかった場合も、ですね、あのー、味方の人が相,相手のですね、相手ペアのね、えー、片方の人が、えー、入ってる、そして、えー、もう1人のレシーバーがね、フォルトって言った場合はね、ね要はジャッジがね、えー、相反するジャッジを相手がした場合は、 えー、こちらが有利に、ねえー、ジャッジをするっていうふうになっています、まあ。今回はただ聞こえなかったとかいうことなんで、まああの、もうちょっと声出してもらいましょうっていうことですね。では、まあえー、こんな感じでですね、ルールって自分自身が把握しないと試合などでは不安要素の一つになってしまいます。えー、結構ですね、えー、実際初心者クラスの方でもカウントを数えてです、ね、ゲームをしてもらうと点数をコールすることでいっぱいいっぱいになってテニスどころではなくなってしまうんですね。 やっぱりそう考えると、ある程度ルールを知っていた方が自分のプレイに集中できます。ただ、ルールは常に改正されています、えー。結構細かいことが多いのですが、昔教わったルールが今は変わっているというケースもたまにあります。だから私は職業上ですね、えー、ルールブックはできるだけ目を通すように、ねえー、しています、まあ。なかなか一回で覚えられないので、何度も読んで記憶するようにしています。まあ、そうやってね、 要はルールっていうのを、ね、知っておくとですね、もう本当に安心してプレイに集中できるんですね。だからそうやってルールブックを読むっていうのもね、すごく大事だと思いますねで。ちなみにルールからテニスの上達につなげるとしたら、コートサイズなんで着目すべき項目なんですね。であなたはコートの縦の、えー、長さをご存知でしょうか。自分の、えー、要は自コートのベースラインから相手コートのベースラインまでの距離です。 これも当然ルールブックには載っていますが、答えは 23.77m です。さらにネットの高さは端が 1.07m でセンターが 0.914m です。ということはですね、まあ、大体 23m ぐらいの距離を 1m ぐらいの高さでボールを飛ばす練習をすれば、基本的にアウトもネ,、えー、ネットもね、えー、することはなくなるんですね。 で、こういうね、数字を知っておくだけで、随分具体的なイメージを持って練習できるので、私はなかなかお勧めだと思いますね。打つのも、まあ、ベースラインからベースラインがだいたい23メートルぐらいなんだっていうイメージを持って打つ、打つと。で、しかもその中間点が、まあ、だいたい1メートルぐらいの高さなんだっていうね、えー。なんとなく数字的なイメージがあるのとないのとでは違いますしね。まあ、こんな感じでですね、えー、まあ、ルールっていうのはですね、まあ、自分のね、心の安心や、 まあ物理的なね、コートの広さとかも載ってるので、そういうものもね、認識するね、え一、ー、回ですので、まあ、もしよかったらルールブックなどを見てですね、できるだけ不安要素を取り除いて、でね、まあできればさらにコートなどね、そういう距離もね、ぜひ知ってください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは失礼します。